株式会社マクロミルは日本のマーケティング・リサーチ企業。顧客企業のマーケティング活動支援のためのサービスやソリューションを提供する企業。独自に構築した国内130万人超の消費者パネルから様々なデータを取得して顧客企業に提供している。国内ナンバーワンのシェアを持つネットリサーチをはじめデジタルマーケティングリサーチや データコンサルティングデータ利活用支援などに強みを持つ。杉本哲也が2000年に株式会社マクロミルドットコムを設立。同2001年、現在の社名に変更。本社は東京都港区江南。2004年1月に東京証券取引所マザーズ市場に上場し、翌2005年4月に同市場第一部上場企業に。2012年以降は、 海外展開も加速。世界20カ国に50拠点を構え、顧客企業のグローバルなマーケティング活動を支援している。2014年、米投資会社米円キャピタルグループの TOB による完全子会社化に伴い上場廃止。2017年3月、東京証券取引所市場第一部に再上場。自社で保有する国内130万人を超える。 大規模な消費者パネルからアンケートを通じた意識データや様々な行動データ、生態情報データを取得。それらの多様なデータを属性データと紐付けて一元的に管理、提供することで顧客企業のマーケティング活動を支援する。ありがとうございます。